おしまい。一冊の本を読み終えるとき、心が草原のように広がっていくの。もうワクワクできないんだわって、思わず後ろを振り返ってしまうような寂しさもあるけれどね。そんなときは、もう一度ページをめくるの。世界は一体どれくらい広いのかしら。人の持つ言葉は一体どれくらいのバリエーションがあるのかしら。でもね、今読み終えたのはとてもとても短く、小さなほんの少しの言葉だけのラブストーリー。街角で毎日すれ違うような、誰もが当たり前のように気古して忘れてしまうような、授業前の教室でまだ幼い主人公の女の子に私を重ねる、夕暮れのビルの雑踏の中に誰にも言えない秘密の恋の相手を探す、一日を終えて夜ベッドの中、そっと何度も繰り返す別れの言葉。明日はどんな本を読もうかしら。読みかけの電気がいいわ。図書館でまだ見ぬ国の辞書をくくるのも。でも、またブックストアで山積みの薄いペーパーバッグを買って、公園でお気に入りのしおりを挟もう。おやすみなさい。いい夢を。